ティモ・ベルナーは、ドイツ・バーデン・ビュルテンベルク州シ,シュトゥットガルト出身のサッカー選手。プレミアリーグ、チェルシー FC 所属。ドイツ代表。ポジションは FW。2002年から VFB ・シュトゥットガルトのユースチームに、所属、2013年にトップチーム昇格した。8月1日、UEFA ヨーロッパリーグの PFC ・ボテフ・プロブディフ戦でプロデビューを果たした。 17歳と4ヶ月25日でデビューを果たし、シュトットガルトでの最年少記録を更新した。8月17日、バイエルレバー空前戦でリーグ戦初出場を果たし、アイントラハトフランクフルト戦で初得点を記録した。2016年6月、シュトットガルトの二部降格に伴い、一部に昇格した RB ライプツヒエ2020年までの4年契約で、 完全移籍した。ブンデスリーガでは、オーバメヤンアレバンドフスキに続いて4位となる21得点を上げる活躍を見せた。2019年8月30日、ボルシアメンヒエングラートバーハセでブンデスリーガで初のハットトリックを決めた。2020年5月24日、第27節のマインツ戦でもハットトリックを決めて、1シーズンで同一チームから ハットトリックを2回記録した選手となった。2020年6月18日、チェルシー FC に2020の21シーズンにより、完全遺跡で加入することを発表した。背番号は、ライプツヒ時代と同じ11番。プレミアリーグ第5節、サウサンプトンとの対戦で、プレミアリーグ初ゴールと2ゴール目をマークした。チャンピオンズリーグ決勝のマンチェスターシティ戦では、決定機を外すも、 チームは0から1と勝利し、優勝を果たした。公式戦、通算51試合12ゴール15アシストと、シーズンを通じて、得点とアシストでチームに貢献したが、一方で、多くの決定機を外し批判を受けるなど、課題が残る1年となった。各年代の代表でプレーし、2012年には U-17、ドイツ代表として UEFAU-17。 欧州選手権に出場した。ドイツ代表としては2017年3月22日に行われたイングランド代表との国際親善試合でデビューを飾り、同年5月に FIFA フフコンフェデレーションズカップ二千十2017の代表メンバーに選出された。コンフェデレーションズカップ第3戦のカメルーン戦で代表初得点を含むにゴールを挙げた。準決勝のメキシコ戦でもゴールを決め、 大会通算4試合で3ゴールにアシストの活躍で優勝に貢献した。また、大会得点王にあたるゴールデンシューズを受賞した。2018FIFA ワールドカップでは主力として選出されたが、グループリーグでは2試合に出場して得点は奪えず、グループリーグ第3節で韓国に0の2で敗戦し、韓国と共にグループリーグ敗退した。ありがとうございます。